バードのモンショーの紋章バードーの一バードーは、ノルウェーフィンマルク県の町、面積600平方キロメートル、人口2396人、ノルウェーの最も北東の地点にある、ノース語のバルゴイに由来する、バルガーは狼、岩島を表す。バルガーは、後に、ケアンを意味する、バルタと変わった、1895年から使用されている、漁船とたら、朝日を表す。ラテン語で、 モットーバルドンシス・インシグニア・アービス、セットント・ティネブラ・ソリ、旧市街地の街頭芸術をステアバガンの古民家、バルドアス要塞と、市内唯一の木、毎年冬の前に覆われる、石器時代やサーミテッキ時代の遺跡が島に残っており、定住者がいたと考えられている。1307年、教会と最初の要塞が、同時期に建てられた。中世には、 ノルウェー王国際東の要塞として重要視された。南東部のオステアバガン地区では800年以上前から住民がいたと記録されている。フィンマルクで唯一要塞や役所がある重要な土地だったが漁獲口の減少に伴って衰退した。16世紀中期、人口は約400から500人だった。17世紀、バードーは魔女狩りの中心地だった。 90人以上のノルウェージンやサーミ人が処刑された。1789年、バードーは町の地位を得た。人口は約100人まで減少した。1850年以降、ロシアの八海地方とのポモー交易によって町は再び発展した。1850年には人口は400人まで回復した。1910年、人口が3000人を突破した。 第二次世界大戦では、ノルウェーは、ドイツ国防軍に占領された。バードーはロシアを中心とする連合軍に激しく爆撃された。中心部のほとんどは破壊され、住人は避難した。戦後、中心部は完全に復興された。古い伝統的な建物は、オステアバガン地区と周辺部に残っている。2001年4月のバードーバードーはノルウェーで最も東にある町で、実際に、 サンクトペテルブルク、キエフ、イスタンブールよりも東に位置している。フィンマルク県の東端は、たとえ日中の時間が1時間以上多くても、県内のよそと同じ標準時である。バードー港は、バレンツ海に面し、暖流の北、大西洋海流の影響で1年を通して、不登校である。バードーはいつも、艦隊にある、ノルウェー唯一の本土の町と称される。しかし厳密に言えば、 バードーのある島はバランゲル半島の北東岸より2キロの位置にある。バードーの7月の平均気温は摂氏9.1度しかないが、冬は高緯度の割に温暖で、1月の平均気温は低く、摂氏5.1度である。島は海底トンネルを経由して本土とつながっている。バードー空港はトンネル入り口の反対側にある本土の自治体スバルタンズである。 バードーは、ノルウェー沿岸部の町を回るフェリーの寄港地の一つで、ある。町は、クレタ島、シティアから続いた E75 の最終地点である、バルドアス城塞の士官宿舎、階段を七か窓が挟む、バードーのキルケ型通りと、境界バードーのストランドガートン通り漁業と、水産品加工が、バードーの主たる、収入源であるが、観光も重要な経済要素となりつつある。 バードーの観光の目玉は13世紀後半にできたというバルドアス城塞で、現在のものは1734年に作られたものである。街には2つの博物館があり、1つは八海沿岸貿易などの地域史と野鳥、第二次世界大戦中のドイツ軍防御物の名残などを展示する。バードーの雪合戦大会はユニークな催しとして知られる。 バルドアス城塞には2本の七カマドの木が立ち、入念に育てられ冬も暖かくしていた。1960年に最初に7本の木が植林された。そのうち1本は成長し、花を2度咲かせた。その木も寒い気候のため2002年に倒れてしまったが、新たに2本の若木が同じ場所に植えられた。1998年より、町にはグローバス2というナノレーダーが配備されている。 公式目的はスペースデブリ追跡となっている。しかし、設置場所がロシア国境に非常に近いことから、グローバス2システムとアメリカの迎撃ミサイルシステムとの関連が揶揄され、外交上の議論を巻き起こした。ホルノーの景色バードのホルノーとレーノーにある海鳥のコロニーは海岸部で最も目を引く場所である、海ガラス類の小さな繁殖地となっている。 港では、いつも白カモメとアイスランドカモメが見られる。ありがとうございます。